飛んでみる。え、飛ぼう。飛べばいけるんか。行ってみるわ、とりあえず。せーの。普通に死にましたが、マジで。コメント欄を信用することはね、やめましょう、マジで。こいつらは人を殺すことをちょっと楽しんでいる。月、花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 、くそ、つまり花草うな、花草うなのふみ、破勝負、破勝負のふみ。今は月見、ほにゃららにあり、井戸底を脱し向かわれたし。初見じゃやめなよ、べこちゃん。いや、2年前にやってんだよ。月、頑張れ。どっちが応援すればいいのかわかんないけど、頑張れ。黙れお前は、さっきから。今日の教訓、人は殺すと黙る。今日の教訓、人は燃やすと死ぬ。月、結局バレたけど、あ、大丈夫、鉄砲のお前だけは絶対に許さない。絶対殺すからな、待っとけよ。お前だけはコールロス。月、うーん、ちょこちょこちょこ、ピーン、ちょこちょこちょこ、ピーン。月、なんじゃ。月、おーい、お前死なねえならちょっとさ、手裏剣のやつやらせて。これエイムむずくない？エイム、これまっすぐ、あれ、まっすぐは飛ばないんか？ん？あ、なくなっちゃった。終わった。ふざけんなよ、ペコちゃんの。すべて外れたんだけど。月、そこにある優しい顔の仏様。どれ、こっち？そいつには妙な真似をするなよ。なんで？倒しちゃおうかな、って言ったら怒るんかな。なんでよな、なんか、そんな振りみたいな感じやめて、べこで。月、落ちろ、魚の餌にでもなれ。いやー、べこちゃんがなっちゃう。やめてくれ。ごめんね。次。いや、でもみんなここだけの話、オセロには必勝法があるべこだから、オセロには。え、そうなんですか？そうなのよ。外から二つ目に置かなきゃ勝てるのよ。外から二つ目に置かなきゃ勝てるのよ。今外から二つ目に置きながら、いきますけどね。次。なんで再生してんの？はぁ、意味不明なんですけど。次。なんとかのカービィ、はい。